どう変わった坂出一高。この番組は坂出第一高校の提供でお届けします。さあ続いてはキラリスポットのコーナー、どう変わった坂出一高をお届けします。今日はですね、先日岡田さんが坂出第一高校に収録に行ってきてくれました。イベント情報を聞いてきてくださったそうなので、そちらをお聞きいただきましょう。それではどうぞ。どう変わった坂出一高。今日も坂出一高の生徒会室にやってきています。皆さんこんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。じゃあまずは自己紹介からお願いします。会長。はい、3年生徒会会長、普通科グローバル進学類型の細川ココナです。食物科2年6組の鈴木ナイトです。食物科2年7組の小宮山紫音です。食物科1年7組の谷上ひなです。はい、じゃあ皆さんに今日はどんなお話をしてもらいましょうか。はい、はい、本日はオープン第3回オープンスクールと堺地裁についてお話しさせていただきます。まずはオープンスクールについてです。第3回オープンスクールは10月26日土曜日に行われます。申し込みは10月21日月曜日本日の夜12時まで行われます。夜12時まで受付しているので、ぜひホームページをご覧ください。今回のオープンスクールは前回よりもより密度の濃いオープンスクールとなっています。前回は全体会は普通科食物科一緒に行ったのですが、今回は最初から普通科食物科で分かれて行うので、より濃い内容のものとなっています。普通科について説明させていただきます。特別進学コース、グローバル進学類型、教養情報類型、デザイン類型、それぞれに分かれて体験授業を、選んで参加していただけます。今回は、普通科の教養情報類型で体育なども行われるので、今までとはまた違った内容の体験授業を楽しんでいただけるかと思います。食物科の方でも、気になる内容の、気になる内容のオープンスクールになっているとのことですが、どうでしょう。はい、私たち2年6組は、第3回オープンスクールで坂出祭で出すお店の先取りとして、3種のメニューを、お出ししたいと思っております。3種と、まあ、メニューといたしましては、バインミーとパングラタンと杏仁チーズケーキの3種類になってまして、バインミーは野菜の酢漬けと香草とサバを使ったパンになってまして、この香草とサバがすごいマッチして美味しいので、ぜひとも食べて、坂出祭本番でも食べていただきたい一品になってます。パングラタンは海鮮を使ったカレー風味のクリーミーなグラタンなので、一度食べたら病みつきになってしまうので、ぜひとも来てほしいです。杏仁チーズケーキはその上に乗っているジャムや、下のまあ、クリーミーなチーズケーキが、絶妙なバランスで芳醇な味わいを出しているので、これもまた坂出祭で、もっと美味しいもので仕上げてくるつもりなので、皆さんぜひ食べてください。それを一足早くこのオープンスクールで食べられるんですか。はい、その通りです。はい、じゃあ来た人の特権ということで。はい、わかりました。ありがとうございます。実際第2回とか参加してみた時どうでした。オープンスクール、第2回オープンスクールで自分は番宣という形で入らせていただいたんですけど、まあ、皆さんどんなんだろうみたいな感じで、ちょっとワクワクというか、なんか来てみようかなみたいな反響をちょっと見てて受け取れたので、ちょっとまあモチベーションというかがすごい高まりました。はい、会長は1回2回やってみて、はい、同じ顔ぶれの学生さんとかいました。スタンプラリーを行っているのですが、うん、はい、スタンプラリー1回目で押したよっていう方が2回目で、そのカードを持ってきてくださって、2回目のところ反抗してくださったりだとか、そういうのもあったので、同じ顔ぶれというか、継続して来てくださっている方もいらっしゃいました。で今回3個集めたら、はい、今回3回目オープンスクールとなりますが、うん、今回で
オリジナルグッズ豪華景品がプレゼントとなります。はい、そして最後の坂井地裁、はい、坂井地裁今回来れなかったオープンスクールに参加できないかもという人も坂井地裁でも、スタンプラリー行っています。では坂井地裁についても少し、はい、お願いします。はい、今年度坂井地裁は11月15日16日に行われます。15日は校内祭となっていまして、来れないんですが、16日土曜日の方は、中3生の方は、来校していただけます。今回のラインナップはこのようになっています。文化部作品展示、一校幼稚園の作品も展示がありますね。はい、で2年生の普通科の教室アトラクション、食物館の飲食店出店、1年生ステージ発表で、キッチン街が5台駆け抜けるファッションショー、そしてメインなんですか、はい、こちら毎年、はい、毎年芸能人の方を、呼ばせていただいて招待して、ライブを行っているんですが、今回、やっと発表となりまして、はい、今年の坂井地裁のゲストは、香水で大ヒットしましたエイトさんが登場します。はい、先週やっと、生徒にも、はい、知らされて、うん、結構反響がすごかったというか、みんなが名前を聞いただけで分かるという、うん、そういう人が来るので、みんな今お昼の放送とかでも曲を流していたりして、どんどんこう雰囲気が高まっているというか、坂井地裁に向けてのボルテージが上がっていってるなという印象です。でこのコンサートの時間はもう全生徒が集合ってなる時間になるんですかね。はい、例年舞台、ライブを行う時には体育館がもう満席になるぐらい人が来ています。はい、じゃあそして他におすすめが、はい、他にも坂井地裁の目玉企画となるのが食物科の飲食店についてです。はい、私たち2年6組は、坂井地裁にて、エクラモンテというお店を出店します。パンにフィリング、挟んだって意味なんですけど、した、メニューを販売しようと思ってて、そのメニューが、バーガー、ドッグ、パングラタン、バインミーサンドと、フレンチトーストの6種類で提供します。フレンチトーストとパングラタンの、2種は、イートインという形になるんですけど、その他の4種類はテイクアウトで、350円で食べることができて、その4種と、パングラタンとフレンチトーストはイートインができて、イートインのセットには、汁物と飲み物がついて、500円での販売となっておりますので、皆さんぜひいらしてください。はい、ありがとうございます。続いて、はい、私たち2年7組は坂井地裁では ルナメールというお店を出します。私たちが出すのはイタリアン料理とフランス料理を掛け合わせたプレート料理を 出させていただきます。メインではパスタが2種類ありまして、ミートソースパスタとキノコのクリームパスタを選んでいただけます。ミートソースパスタはひき肉のうまみとトマトの酸味がマッチしてとても美味しいです。キノコのクリームパスタでは濃厚なクリームのコクとキノコのうまみが絡んだパスタになっております。前菜ではクイリビアックとブルスケッタなどがついてきます。デザートではブリュレがついてきます。ブリュレはスプーンまで食べれる仕様になっておりますので、皆さん楽しみにしておいてください。ドリンクは水、お茶、紅茶、コーヒーなどもありますので、選んでいただけたら幸いです。プレートは700円で販売していますので、ぜひ来てください。はい、続いて1年生はダンスや劇を体育館で披露します。
ダンスは主に私たちのクラスではチューチュートレインや恋ダンス、惑星ループといった面白いダンスとか、すごい仮装してたくさん楽しいようなダンスとなっています。そして劇は千と千尋やいろいろなこと、いろいろな劇になっているので、ぜひ楽しみに待ってください。はい、わかりました。はい、はい、そして私が生徒会会長なので、生徒会の企画についても少し触れさせていただきたいと思います。生徒会今年度は4つの企画を行う予定です。土曜日、金曜日と土曜日で行うものが違うのですが、土曜日は毎年行っています、生徒会ファッションショー企画が行われます。株式会社ジャパンブルー様とのコラボ企画になっています。毎年、どんどんアップグレードされたファッションショーとなっていて、今年度私もこれ企画担当ですごく力が入っているので、はい、ぜひ見に来ていただけたらと思います。またカラオケ大会も毎年行っているのですが、今年度も行う予定ですので、ぜひ、生徒の歌声を聞いていただけたらと思います。10月26日土曜日のオープンスクールと11月16日土曜日の境地祭、ぜひ来てください。せーの、わっしゃい。さあ、ここまで、境出第一高校の皆さんにオープンスクール、そして境地祭についてご紹介をいただきました。インタビューの中にもありましたけれども、10月26日土曜日のオープンスクール、こちらの参加申し込みの締め切りが本日までということになっているそうですので、気になる中学生の皆さんはぜひチェックしてください。そして境地祭もですね、11月16日こちらも高校の雰囲気がどんな感じかっていうのがね、直接わかるとってもいい機会だと思いますので、ぜひお出かけになってみてもらえたらと思います。ということで、ここまではどう変わった境出一高をお届けしました。それでは1曲お聴きいただきたいと思います。お話の中にも出てきましたけれども、今年の境出、第一高校の文化祭、境出境地祭、こちらにゲストで登場するこの方の曲をお届けしましょう。エイトで香水。中にいきなりさ、いつ空いてるのってライン、君とはもう3年くらい会ってないのにどうしたの。